スケートボーダーの堀米ゆうとです。この3年間死ぬ気でやってきてよかったと思います。応援ありがとうございました。続いて吉澤選手。スケートボードストリートの吉澤ここです。今回諦めず取り組んで、優勝することができました。応援ありがとうございます。引き続き銀メダリストの皆様の。スケートボードストリートの赤間りずです。今回パリオリンピックで銀メダルを獲得することができてよかったです。皆さんのサポートと応援のおかげで取れたと思ってます。ありがとうございました。続いて開選手。スケートボードパークの開心那です。皆さんの応援のおかげで2大会連続銀メダルを取ることができました。応援ありがとうございました。スケートボードという競技はオリンピック、必ずしもオリンピックがトップではないという世界だと思うんですけれども、その中で、地獄だったとおっしゃってた3年間をやってこられた最大のモチベーションは何だったのか。で、次のオリンピックは地元になると思うんですけれども、そこへ向けてどのような思いを持っているかをお願いします。そうですね。スケートボード、自分も始めた時はやっぱオリンピックとかもなくて、で、少しずつオリンピックっていうものが見えてきて、でそこにチャンスがあると思って、目指してきたんですけど、自分がスケートボードを好きになった部分はストリートのカルチャーの部分だったりとか、そういったところが本当強くて、でもやっぱりオリンピック選手としてやっぱりそこはスポーツ選手として頑張らないとやっぱ勝てない世界なので、そこは切り替えてこれからも頑張りたいし、次の地元アメリカは、自分が小さい頃アメリカでプロになることだけを夢を見て全てをかけてやってきたので、そんな場所がまた4年後にあるので、まずはオリンピック選手チームに入れるようにして3連覇狙いたいです。地元の、相模原の中学校やクラスメート、あと後輩からも祝福の声が上がっています。改めて、地元の方に、メッセージをお願いいたします。今回、初めてオリンピックに出て金メダル獲得することができたので、本当にまずは応援ありがとうございますっていうのと、これからも、オリンピックに限らずいろんな大会でも結果を残せたらいいなと思っているので、応援お願いします。堀米雄斗選手。賞状、オリンピック特別賞、スケートボード男子ストリート第1位、堀米雄斗殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。吉澤ここ選手。賞状、オリンピック特別賞、スケートボード女子ストリート第1位、吉澤ここ殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。スケートボード女子ストリート赤間りず。スケートボード女子パーク開きここな。
して JOC 本部から直連絡です。皆さんまずでメダリストの方今退場されてますけれども、メダリストに関しては午後、文科大臣表敬ございます。文科大臣表敬行かれる方に関してはホテルチェックアウトの後、荷物を、こちらの保険の先ほど控え室の方に、持ってきていただいて